ちょっと、ここに絵はがきがありましたよ。え、これ、手書きの絵はがきみたいですけど、はい、はいはい、詩人がね、はい、こっちの天皇の間から書いた、はい、あの、天狗岩、天狗岩、うん、あ、名所が写った絵はがきですね。こちらとかは、これはあの吊り橋の、大吊り橋の手前の吊り橋、あ、はい、帝国のね、はい、ちょっとあのちょこちょこっと行って帰ってくるちょこちょこっとすごいですね、うんうん、お花の絵もありますけど、こちらはこれはお寺によく咲く彼岸花、彼岸花、うん、これはどなたが描かれてるんですか。あ、私あ私です。描かれてるんだそうです。いろいろなお花もありますね。はい、私が一番好きなのはマテド・キラセドの宵町草、うん、ロマンチックですね。これがね、あの早い頃咲くね、つゆ草、つゆ草大好きです、はい、お花も大好きなんですか。うん、お花好きです ね。で、絵はがきって写真のものが多いですけど、こういう手書きのってお客さんやっぱり喜びますよね。うん、あのね、別段手紙に出すわけじゃなくて、うん、あの、何と言いますか、何枚も何枚も買ってって、ああいうね、小さな額に入れて飾りますって、はい、ね、買っていく方が、ずいぶん十何枚もお買いいただけることもあります。ね、とても丁寧に書かれた絵はがきですよ。鈴木屋物産店さんのオリジナル絵はがきでした。それではご一緒に、塩バーラブ。